湯野津町は、島根県二間郡に属していた町であった。その後、島根県大田市に九州合併された。なお、湯野津港が、岩見銀山の世界遺産登録と合わせて、登録されたのは、大田市になった後の話である。町域面積は71.81平方キロメートル。2004年3月末時点で、の人口は3962人であった。町名は、 温泉のある港という意味だが、南独地名とされる。湯野津町は、島根県の中央部に位置する、日本海に面した町であり、港を意味する津の名前がつく通り、湯野津港をはじめとする港も備えている。湯野津町付近の海岸は、おおむね北東から南西に伸びているものの、その海岸線は複雑であり、他に、いくつも漁港が存在する。 北東側から順に主な港だけで、湯里港、湯戸港、ヒソ港、湯野津港,港、今浦港、吉浦港と漁港が並んでいる。また、主な海水浴場として、串島海水浴場、福光海水浴場が開放されてきた。町名通り、海岸付近の湯野津地区には、実際に湯野津温泉が古くから流出してきた場所であり、ここでは1872年に、 浜田地震が発生した際に、従前。さらに、湯の津地区とは異なる、分水海に属する、山間の福密川の河支付近にも湯の原温泉が湧く。町内には、主な河川として、湯里港へと流れ込む湯里川、福密海水浴場付近へと流れ込む福密川が、流れている。この他に、町の南部は全く分水海が異なっており、河野川水系の土地側の支流である。 萩川やいじり川などの上流部が存在する。なお、町内は、標高約587メートルの三つ五山を、はじめとして、山が多く、平地は限られている。行政協会付近にも、標高約634メートルの矢田木城山、標高約593メートルの西山、標高約499メートルの高山、標高約411メートルの白上の山などが、 存在する。鉄道町内には西日本旅客鉄道の山陰本線が随所でトンネルを使いながら付設されており、北東側から湯里駅、湯野津駅、岩見福光駅が設置されてきた。道路国道9号線が山陰本線と並行するように通っており、南西へ向かえば五津市へと入り、北東へ向かえば二間町へ入っていた。また、 島根県道三十二号温泉津川本線が湯の源温泉付近から南東の方向へ通り川本町へと通じているこの島根県道三十二号線には伊田地区でかつての山陰道の一部であった島根県道百七十七号大田江田号津線と交差しているこの他に湯里駅付近からは湯里川に沿うように島根県道二百一号湯里停車場組織線が 大田市へと伸びる山間の道路だった。なお、湯里川の上流部の矢滝城山の登録で、島根県道201号線からは、岩見銀山へと通じていた街道が分岐しており、徒歩であれば通行できる、中国自然歩道の岩見銀山街道として残されてきた。湯野津町は、湯野津焼の産地として知られてきた。また、湯野津温泉は、古くから知られていた。 温泉地であり、入浴客を受け入れてきた。湯の津温泉の最寄り駅で、この付近の主要駅として機能してきた湯の津駅には、湯の津焼きで作った湯の津の表示も設置されてきた。さらに、漁港基地として漁業が営まれてきた他に、山間地で農業も行われてきた。湯の津町の市街局番は0855であった。なお、湯の津町以外に、 桜井地区を除いた交通市も0855のエリアである。生まる城湯の津は古代の岩見国庭郡の地である。中世には豪族増田氏が支配権を確立し、岩見銀山開発後の争奪戦で、毛利氏は湯の津を重視し、生まる城や串島城を築いた。江戸時代には幕府直轄地となり、岩見銀山領の様組や初見組に属した。ありがとうございます。